それじゃあ早速キャラクターを作ってもらおうか。今回はある程度能力が決まってるサンプルを用意したから、それを元にアレンジしてね。あの、性別も自由に選んでいいんですか？もちろん。なんだ、お前も女キャラにするのか？え、もしかして兄さんも？お前が妹か。あ、まあいいんじゃないか。はい、じゃあ私も先輩の妹になります。年齢は10歳です。趣味は月子お姉ちゃんとエッチすること。そんな10歳がいるか。それじゃあまずはオープニングからね。やった。大陸の端に位置する辺境の小国ガガギア王国。今また4姉妹の冒険者が王国へたどり着いた。果たして彼女たちを待ち受ける運命とは。名前はカタカナでミヤコ。攻撃魔法が得意です。次女の月子だ。複製して使う特殊能力を持っている。三女の千です。弓とかナイフで戦ったり、右手で触れた魔法を打ち消す能力があります。じゃあ最後は私、四女のデスマスクです。粘膜接触で相手の能力を大幅にアップする力があります。君のスキルが一番まずそうなんだけど。接触で相手の能力を大幅にアップする力があります。君のスキルが一番まずそうなんだけど。もしかして兄さんも？お前が妹か。あ、まあいいんじゃないか。はい、じゃあ私も先輩の妹になります。年齢は10歳です。趣味は月子お姉ちゃんとエッチすること。そんな10歳がいるか。それじゃあまずはオープニングから。得意です。次女の月子だ。複製して使う特殊能力を持っている。三女の千です。弓とかナイフで戦ったり、右手で触れた魔法を打ち消す能力があります。じゃあ最後は私、四女のデスマスクです。粘膜だからね。やった。大陸の端に位置する辺境の小国ガガギア王国。今また4姉妹の冒険者が王国へたどり着いた。果たして彼女たちを待ち受ける運命とは。名前はカタカナでミヤコ。攻撃魔法が。それじゃあ早速キャラクターを作ってもらおうか。今回はある程度能力が決まってるサンプルを用意したから、それを元にアレンジしてね。あの、性別も自由に選んでいいんですか？もちろん。なんだ、お前も女キャラにするのか？